香川ネットワーク局から日本株市議会に立候補予定の高井美恵子さんです。よろしくお願いします。ご通行中の皆様こんにちは。香川ネットワーク運動公認、来年4月市議選に挑戦いたします、中井美和子です。今日ですね、市民連合の皆様と一緒にアピールさせていただきます。さて、先ほどお話がありましたけれども、9月27日の国葬、安倍元首相の国葬についてお話しします。横須賀市は当日安倍元首相の国葬の日に市役所を半旗にいたしましたが、それでは大変な大きな反対がありました。また7月には1日ほど市役所の中で記帳台を設けることがあります。この安倍元首相の国葬の何が問題かというと、国葬だから問題なんです。安倍元首相が亡くなったことは悲しいことですが、もちろん葬儀をすることも私たちは反対ではありません。しかし国を挙げて国葬をするということの恐ろしさ、何に反対するかというと、それは戦争の時に戦争のことが関係するからです。国を挙げて何かをする、そして大変なお金を使って国葬をするということが問題です。今コロナ禍で貧困の問題、たくさんの問題がありますけれども、安倍元首相の今までの政治的な罪は亡くなっても消えることはありません。また亡くなってしまったので回復されることもありません。そのことを皆さんにお伝えしたいと思います。また先ほどお話しいただきました、来年市議選に挑戦いたします藤園亜紀さんからお話がありました、学校統廃合の問題、私も傍聴しています。先ほどお話しされたのは河浦地区の話です。藤園さんと私は自衛隊の河浦にあります 自衛隊の美容弾薬庫について一緒に活動しています。長浦港では自衛隊の弾薬庫、そして海を挟んだところには米軍の弾薬庫があります。そこには同じように桟橋を建設中です。先日私たちはその弾薬庫でもし何か事故があったら消防局はどのような対応をするのかということを消防局に出向いて質問をいたしました。その時に印象的だったのは、私が質問いたしました、市民活動運動をしている人たちは自衛隊そして米軍施設の中のことをよく勉強していて知っています。消防局の方はそういった一般の方よりも詳しいですか、どうでしょうといった時に、どちらかというか詳しくありませんと言われました。そして対応の主な消防局の対応は、もし事故が起きたら米軍にしても自衛隊にしても詳しいことは知らされていないので、事故が起きたらその関係各所、自衛隊、米軍の詳しい方に聞いて対応を聞いてから災害救助に向かうということでした。一見当たり前のように聞こえることなんですが、完全に救助が遅れることは間違いがありません。私たちのこの横須賀で暮らす市民の命の問題です。また自衛隊や米軍施設には何があるかを救急隊に知らされていません。ということは救急隊の健康、命が危ないということにもつながります。米軍施設で永遠の化学物質 PFOS が流出したということが今も気になっています。私たちが暮らすこの横須賀は基地の町です。有害物質の発がん性のある PFOS が流出したということは
私たちの生活を脅かすことです。原因を早く究明していただき対応をしていただきたいと思います。私たち市民と市民連携して健康な安全な平和な横須賀を守っていきたいと思います。ありがとうございます。中井さん、ありがとうございました。今度の春には統一地方選挙があります。